仕様になっているだと。こんにちは。すみません、ちょっと本当に忙しくてですね、全然ショールームできてないすみません、本当に。にゃほー、ハロウィン仕様だって知らない、知らなかったなんかつけた方がいい、ハロウィンっぽいの。でも猫しか持ってない、私。あ、なんかあったかな。ちょっとね、あの大変なんですよ、今予定がギュンギュンに詰まってて、それで撮影もたくさんあってどうしようって思うぐらいたくさんいろんなことが詰まりまく、ちょっと顔白いね、服が黒いから白飛んでるんですけど、ちょっともうめっちゃ忙しいですねまたやること5個あるのでいや今回は7高画者ぐらいありますね7高画者ぐらいありますね、やること。死にます。はい、7高画者ぐらいあります。はい、高画者そうなんですよね。かっちゃんのお顔見えて元気になります、ありがとうございます。もう絶賛今もちょっとお仕事してて大変なんですけど、ただ今日は配信をする余裕が少しだけ、ほんの少しだけあったのでちょっと久しぶりにがっつり配信したいなと思って。ねえ、なんかハロウィンだね、なんかハロウィンのやつすればよかったってすごい後悔してる。え、ちょっとなんか耳だけでもないか持ってくるわ、なんかちょっと待っててなんかないかな、言っといて先に、今日がなんかそういうのだって、今日がなんかそういうのだってさ言っといてよ。ねえ、知らないんだもん、だってそんなのこれは、これあ、見えない見えない、これこっちは、あ、見える。あ、ちょっとハロウィンっぽくない、この服といい感じに即席ハロウィンということでね、やってまいりたいと思いますどうですか即席ハロウィンなんでちょっと申し訳ないんですけど
結構毎年さちゃんとやってるんだけど、今年はもうハロー、なんか私の中で今年も10月なかったことになろうとしてるんですよ。自分の時間ゼロだから、だからもう本当にそう、今日の服に合ってるね、可愛くないですか。一応なんかハロウィンっぽいスクショあげるよ。これで、あ、肩のこのこの感じを出したらハロウィンっぽい。どうですか。みんな多分スクショしてて全然コメント打ってくれない。髪の毛後ろにした方がいい。はい、いいも、もういい、大丈夫。はい、ありがとうございました。頭痛くなるからね、取っておこう。可愛いスクショ使ってくださいね。もうね、みんなね、いつもブスなの載せるからね、私ブスなのにいいねしないからね。分かってるの、そこのところ。今日はもうサボらずに、今日はサボらずにちゃんと、いつも私サボってストレートアイロンでこうやって波作るんですよ。あれ大サボり魔人なんですけど、今日はちゃんとコテで巻きました。今日だけちゃんとコテで巻きました。エラチーでしょ。もうほぼショールームのためですよ。だってこれ今日はなんか、まあ一個お仕事があったんですけど、それは別に顔出さなくていいお仕事だったので、もうこれのためだけにほぼ巻いたと言っても過言ではない。偉いでしょ。えらい、えらいですよね。ちょっと麻里ちゃんの写真集ゲットしたよ。キャンプの家見ました。椅子が人間じゃなくてびっくりしました。どういうこと、どういうことだ。どういうこと。歌歌おうかな。しばらくぶりですからね、ショールームも。言うて2日空けたぐらいだけど。
しばらくぶりの感覚がバグってる。確かにね、それはありますね。マジでずっとやってたから、でなんか意図せず毎日アイドルみたいなことになってて、え、私って毎日アイドルなのみたいなことになってたんです。それでなんか、え、じゃあこれ、え、この話言ったっけ、あのさあの事務所の偉い人から、なんか毎日アイドル偉いですねみたいな来ちゃったのよ。来ちゃって、いやそんなつもりじゃないんだけどなって思いながら思いながら、ありがとうございますって言って言ったんだけど意図してないんだけどなって思いながら毎日何かを残すことは偉いことですって言われて、いやありがとうございますって言ったけどそんなつもりじゃないなって思いながら、ありがとうございます、そういうことにしておこうみたいな。毎日アイドルのテロップ出るとビメちゃん怒ってたもんね。いやだって出してほしくないのに出すんだもん。そうですよ、ちょっとだけ、あ、オピメアート書いてくれてる人いたから、ちょっとツイッターで宣伝するね。うわすごい、ハロウィンにぜひっつって書いてくれてる人がいる。すごい、アナ雪とかのも書いてくれてる。みんなすごいね、なんか。なんかさ、ツイッターでさ、ショールームやりますよみたいな言ったらさ、なんかちゃんとした話しなきゃって思うけどさ、私もう、まあお察しの通り、もう全然体調悪くて、ずっとでずっと体調悪くて、でなんかまあ、いや全然大丈夫なんだけど、近況とか大丈夫？本当？はい、今ツイートしました。ね、なんか急に寒くなったしね。もうアウター着ましたね、今日初めて。今日初めてアウター着ました。新潟はね、もうダウンでいいですダウンでいいです、もう本当にそれぐらい寒い。なんならヒートテック極暖着てる私これに今日は茶色のあのコート、長めのコート羽織ってたんだけど、なんかメイクしなくていいあの仕事だったから、顔出さなくていいお仕事だったから、あの荷物少なくてよくて、だからポッケに携帯とか入れれる茶色の長いコートないかなって思ったらあったから、それにしてたんだけど。新潟マジ寒いよ、なんか舐めてたの私、舐めて
なんか全然レッスン着でカッポするんだけど新潟の街をなんか なんか舐めててガチで。そしたらもうめっちゃ寒くて最近でなんか毎回アウター着てくればよかったって思ってたから今日からやっとようやく出しました。はい、寒いですね。魔女っぽくていけ、それ褒めてる、それ褒めてる。みんなもアウター出した方がいいよ。今年のアウター何着ますかって質問来てたな。東京とは空気が違うんだろう。全然違いますね。東京全然行ってないけど最近東京にマジで行けてない。一生新潟でリハしてますね。舐めた服装で新潟行っちゃうの分かる。いやそうなのよ。まあ本当に来るときは重装備で来てください皆さん。ダウンでいいです本当に。10月30日とかもだったら余計に寒いかも。だから全然ダウンでよくて、あのユニクロのさウルトラライトダウンを1枚中に着て上にジャケットとかでもいいかも。うん、全然ダウンでいい。あとね、あの足とか手がめっちゃ冷えるので靴下は厚手のものを履いてきてください。はい、えこれガチです。もう冷え性の人とか死にますよ。私だってもう外から帰ってきたらもう手が氷みたいになってるからえガチガチ本当にやばいです。ダウンでいいですマジで。うん、ただ手袋はちょっとまだ早いから靴下を厚手のものにするとか、ちょっとなんかこの辺まで隠れる袖のやつにするとかで対応してくださると。で時メッセは海側にあるのですごい風が強いんですよ。もうタクシー乗っててもこうやって揺れるぐらい風が強いので、本当に木枯らしって感じの風が吹くので寒いので、お外で待機すると時とか本当に気をつけてください。な多分コロナ怖いから室内にいると人がいっぱいいて嫌だっていう人は多分お外とかにもいると思うんですけど、時めっさの周りコンビニすらないのでもう本当にギリギリまでバンダイに行っていいかもっていう気持ち。うん、晴れててもね風がめちゃめちゃ冷たいです。乾燥すごい。だからもうほんと私化粧水乳液ぐらい乳液塗ってる本当に。新潟めっちゃ寒いよね。寒いんですよ。今日ももう本当に暖房ガンガンガンにしてくださいって言ってスタッフさんにもうスタッフルームで凍え死にそうになってたぐらいだったので。新潟で何食べようかな。いや新潟は本当にお米が美味しいので何でも美味しいんですけど、できれば私は食べてほしいのはやっぱりお寿司ですかね。お寿司、え私さ最近知ったんだよね、なんかメディアシップの上にジョジョ園あるんだね。私初めて知った。焼肉あるやんっつって見たらジョジョ園だった。この間お仕事で行ったんですよ。あとね、あとイタリアンじゃないや、なんか
フレンチみたいなのも入ってて、メディアシップってこんなにあるんだみたいな。この間メディアシップに久しぶりに行ったんですよ。あるね。ね、私初めて知ったんです。弁慶もできたしね。ジョジョ園、なんかあれだわ、私ジョジョ園1回しか行ったことないんですけど、あれのイメージ、運動会のあの景品、運動会で NGT が優勝して、それの景品が焼肉で食べに行ったイメージ。それは東京のジョジョ園だったけど、いや、フローラね、多分ね、フローラがあのトキメッセのコンサートに人かけしすぎてて、他にお金回せなくて全然東京行かせてくれないんですよ。交通費ケチられてる。だから全部新潟で済まそうとしてやがるから、全然東京に行かせてくれないんですけど、最近マジで新潟にずっといる。懐かしいよね。そうそう、ちょっと待って、今何時、やばいやばいやばい、今田辺さん来て思い出した、私今日締め切りだ。キャー、殺される。ちょっと書いていいですか、途中まで書いてるのですぐなんですけど、私の原稿書くの見守ってもらっていいですか。僕は出したところです。やばいやばい、ちょっと、ちょっと待って、ラーメン部ってひらがなだよね、ひらがな表記だよね。いや、なんかいつもギリギリのくせに私より先に出して生きってるわ、田辺さんが。ちょっと待って、ラーメン部って、どうしよう、どうしよう、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、めちゃめちゃ仕事してるところを配信で流すっていう、ひらがなよね、 OK、 ありがとう。ちょっと待ってね、あとね100文字ぐらいなの。私は待って、日本語わかんない。いただくことができって変、日本語的に
大丈夫だよね。 いただくことができて変、ちょっと考えてたら分かんなくなるんだよね。大丈夫？変ではない。そう、ゲシュタルト崩壊するんだよね。音声入力したら早そう。バレるやん原稿。どこ直されたとか全部バレるやん。電卓打ってるみたい。そうだよね、みんなからしたら私がただ携帯をカチカチ鳴らしてるだけだと思われるもんね。髪色が変わってる。もしかして何色って読むのこれ。私はね、違うんですよ、色が落ちてるんです今も。今日ちゃんとムラシャンしようと思って、もう髪の毛キシキシ、乾燥がやばくて、もうねオイル塗っても塗ってもね吸収してね、髪の毛がね、オイルおいしいって言ってね、たくさん吸っちゃってね、もうねカスカスになっていくんですよね。そうなんですよ。ちょっと待ってくださいね。書いては消し、書いては消しを繰り返していて、頑張れー。全集中。ごめんね、
時たま喋るわ。にがた。先生なんて白紙白紙おいおいおい渡さねえぞ、あそこの一角だけは渡さねえからな。ちょっと読み返しタイム入ります。はい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 、これをあれスライディング土下座のスタンプどっか行ったな。スライディング土下座のスタンプがどっか行った。あったと。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、声出して読んで、内容が気になる人はシュープレ買ってください。先生なんて言ってた？次は誰のコラボになるか。いやいや、これ結構やってんのよ。4年ぐらい守ってきてんのよ、これ。3年か4年か。ちょっと、あ。よし終わった。しごはや。もうね、途中まで書いてたんだよね。ちょっと移動の車の中で。だけど。いいな、早くて。だろ？途中まで書いてたんですよ、実は。だけどなんかまとまりない文章だなと思って一回途中まで消しちゃって、そこから進んでなかったっていう。
隙間時間女だからね。3年ぐらいやってるよね、もうね。長いんですよ、意外にも。そう、よかった、今田辺さん来てくれなかった、私もうすっかりきっかり忘れてるところだったわ。田辺さん来たから、やばい原稿ってなった今。あぶねー、あぶねー、あぶねー。仕事したわ。いや仕事してたけど、コメント欄の言いようは散々だったけどね。誰かに使わされたのかな、田辺さん。ちょっと中井のんきにショールームやってるんで、せかしてきてください。使わされたかね。お化けのやつかわいい。お化けの歌ないかな。お化けの歌ってなんかなかったでしたっけ。編集者には星しといた。なんだろう、担当者には星しといた。 なんだろう、コメント読みながら仕事するのすごいな。私宇野と佐野を別々に動かせるんで。ハロウィンナイト LINE しといた。ありがとうございます、ありがとうございます。なんて、中井が今急いで書いてますって。ほんとチクるのだけやめてください、マジで。ハッピーハッピーハロウィンナイト、じゃあ歌ってみるか。ハロウィンナイト、ハロウィンナイト、ウィンナイト、ウキナイト、かぼちゃが誘ってる。あれ、ハロウィンナイトってどれだ。あった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 。え？え？ハロウィンナイトってもしやない？あるよね。なんて、お疲れ様であります。いえいえ、こちらこそ。ハロウィンナイト歌ってみるか、これで。Bye.
界から得る人よだけのマジック、大事なものは子供の頃の自分、本能のまま生まれ変わるんだ。ハロウィンの時間をリラック、曲が変わる前にさらすステップをもう一度、出会いたいなら目立つな。ハロウィンナイトさあ踊れ、溢れる人の波、そう理屈よりノリで行け。こんな世界の片隅で恋するメイクとコスチュームセッションな。Are you ready? 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 Happy, happy, Halloween night! 夜明けになってキスしてるのは僕たち二人だけ。愛はいつだって強い引力。 A-A-L-L-O-W-E カボチャが誘ってる、さあ手を叩け、腰を触れ、今夜は誰もバカになれ。ハロウィンナイトさあ踊れ、言葉はいらないよ、もう嫌なこと忘れよう。年に一度のカーニバル、今日だけ自由なお化けたち、ハロウィンナイト。はい、これでハロウィン感出ただろ。ね、即席にしてはよくやった方じゃないですか、これ。即席ハロウィン、ハロウィン感急に出す女。ちゃんとミラーボール回してくれてた？ね、ちゃんとミラーボール回してくれてた？ハロウィンナイト、ミッナイト、ブギーナイト。ミラーボール出てた？あらら、ありがとうございます。あとなんかある？怖い曲、お化けの曲あります？お化けの曲なんかない？ほうね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 。なんかハロウィンっぽい曲ないかな。先生、私が大統領になったら。ハロウィンパーティー聞きたいな。でもね、AKB グループ、48グループのしかダメなんだよね。なんかないですか？
君どこ？君どこか、日暮らしの曲って言ってる人がいるね。うん、あれ、なんでだ。僕たち二人だけ。あ、日暮らしってなんかさ、季節もうちょっと前じゃない？9月とか10月とかぐらいじゃない？どこかで泣いてる日暮らしは何かの秘密を知っている。沈む夕日に隠れて君はどこにいる。古い石段駆け上がって僕は一人探していた。ここにいると聞いた場所は薄暗い森。名前呼んでみても緑の木々揺れるだけで、まとわりつく湿った風、汗が溢れる。それは恋と呼べるほど確かなものなんてないけど、この胸の切なさを君にそう伝えたかった。どこかで泣いてる日暮らしは誰かの思いを知っている。やがてあたりは暗くなり僕を急がせる。そうじゃない？だって今もうこの季節にセミ鳴いてたら、お前よく生きてたんだなって思っちゃって。夏の祭りの提灯が社近く息を潜める。空の端にきらめくのは一番星か。誰もいない坂の道は先が見えず不安になるよ。咲き始めた街明かりが教えてくれる。それは淡く消えそうな君への愛しさだったけど、探してるそのうちに本物と気づいてしまった。もし今会えたら言えるだろう自分の気持ちのその全て。道に迷っていたのは君ではなかった。どこかで泣いてる日暮らしはこのまま帰っちゃいけないと。僕を引き止めてるのか君はどこにいる。こんにちは、リュウグウレナです。ミオンでございます。シオンですよ。いたー、なんか一人足りないな。あれ、まだいける。諦めたくない時がある。道に迷っているなら見つけてあげたい。歌詞です。歌詞が出てこない。どこかで泣いてる日暮らしは誰かの思いを知っている。やがてあたりは暗くなり僕を急がせる。サトコってなんだっけ、セリフ。
じゃ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 、あとは別にハロウィンじゃなくてもいいですよ。22か。何かありますでしょうか。本日私が歌わせていただけるようなお歌はありますでしょうか。オーサム？おー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 、ハロウィンナイトも歌った。ハッピーハッピー。カーテンの柄ってある？え、カーテンの柄ってある？部屋の明かりが一瞬消えかかって、カーテン、ないわ。寿命なのか、黒い天使あるかな。私黒い天使、もう一つの顔がある。あ、ないですね。ないです。なんやかんやめちゃめちゃアイドルやってるんよ。いや、めちゃめちゃアイドルやってるんですよ私。ファーストラビット、なんでなんでファーストラビットなの。全然いいけど。豪華フルーツもらえるよ。何それ、ちょっと待って、それ聞いてない。イベントですかそれ、今ですか。今豪華フルーツもらえるんですか、私ですか。え、もうクリアしましたそれ。イベです。キャーやばい、人死んだと思われる。やばい。フルーツ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 食べたい。20万ポイント、え、無理じゃん、そんなに行くわけないじゃん。私耳死んだ、それはそうだよね。絶叫。フルーツしか勝たん、フルーツしか、え、フル、そんなフルーツ好きやで。え、私フルーツ大好きですよ私。もう今までの何のやつよりも嬉しいですよ。なんか、あ、皿別にもらってももらわなくてもいいけどって感じだったけど、なんかもう今回に関しては絶対にもらいたい。明日からなんだ。え、明日から、明日から、今日から。でも明日できないかもしれない私。今日から明日できないかもしれないのよ私。皿の意義、でも皿もちゃんとありがたく使わせていただいてますよ。うん、叫び声でおばあちゃんがびっくりしてこっちに。ごめんおばあちゃん。
明日コラボ配信。ああ、そっかそっか、それだ。え、明日コラボ配信、明日か。そうだ、確かに。そうだ、明日できないかもしれない、今日達成しなければならない、分かってんなってことで。違う違う、そういうことじゃないって。ほんとやめてくださいよ、やめてくださいよ、そんな。違いますよ、違います。できたらフルーツとか食べたいなみたいな気持ちはありますけど、違います。そういうんじゃないです。最近ちゃんとしたご飯食べてないなとか、そう思ってるけど、ちょっとそんなんじゃないです。別に別にそんなんじゃないです、そんなんじゃないですけど、別にね、そういうつもりで言ったんじゃないんですよ。全然そんな、そんなしたたかな気持ちあるわけないじゃないですか、私がね。なんて言ったって中井梨花ですよ。そんなのあったら困りますよね、皆さんも。ただフルーツは食べたいっていう気持ちはありますよ、存分に。だけれども、やっぱり今日明日はそのコラボ配信の部分しか、まあ、できないかもしれないしっていうね、万が一のことを考えてのあれですよね。そうなのよ、だからもうこういうことだよね。だか重くて、そう誰かに持ってほしかった。だからちょっと頭を絞って、ハートを作ってみた。甘いため息一つ二人と見ておねだり人がタイプよ。でも本当はそんなことないけど、じっと見つめを立ててあげなきゃ、何にも釣れないわ。こっちが頼むじゃなくて、やらせてくれて頼まれるように。筋肉に抱かれたいの、いつの日かどこかで、私のために頑張って。筋肉に抱かれたいの、折れるくらい強く、胸が熱くなるよ。腹筋だって割れてるし、これも持って別にフルーツがすごい食べたいとかっていうわけじゃないですけど、でもフルーツ好きだなみたいな、で明日ちょっとしかショールームできないなみたいな、ただそうやってそう思ってるんだ。ちょっとちょっとちょびっとだけね。髪を引き上げながら試すように、反応を見るわ。バラキー僕は
かすごい食べたいわけじゃないんだけど、あったら嬉しいなみたいな、そんな感じ。たわたった、たわたったんだけど、ウケる。誰？フォッカーさん、ありがとう。フォッカーさんアバターもワルキーみたいで可愛いね。お時間一緒行ってきます。うわ、頭いっぱい立った。お化けがたくさん。お化け、お化け、お化け。ワルキー効果絶大。便利な曲だな。フルーツ食べれるぞ。フルーツ、フルーツ食べれるぞーい。やったー。え、本当に嬉しい。本当ごめんね、ありがとう。みんな本当にごめん、ありがとうね。ねえ、ほんと大丈夫？みんなちょっとあの無理しないでね。誰に今ねに、ちょっとほんとに、うん、あの本当冗談だと思って聞き流してください、私のことは。別に大丈夫です、フルーツぐらい自分で買います。本当に本当にありがとう、ありがとうね。本当にいいよ、大丈夫。あの本当にフルーツぐらい自分で買いますので。うん、すごい、すっごい、もう今めっちゃ後悔してる。私のために頑張ってとか言って歌ったの、すっごい後悔してるから、本当にすいませんでした。すいませんでした、本当に本当に。すいませんでしたって、すいませんでした。どうしたら許してくれるかな、みんな。ちょっと NLB 縛りでいくか。なんかいい曲ないかな。うち打っちゃったから本当にすいません、本当にすいません。NLB 縛り
ちょっとさ、一瞬さ、練習してもいい？練習したい曲がある。これ。これ聞こえてる？今これ聞こえてる？聞こえてる？これは？ほんのり。シャワーシャワー、リカちゃんの声は聞こえてるけど音声は聞こえない。骨伝導で音源確認。骨伝導。そういや面接落ちました。あら、落ちてるわ。ところで何を聞いて、ちょっと待って、今から歌うから。高いな。久しぶりに聞いたからね。わかったわかった、ちょっと待って。先で見たとき運命感じ
その手に噛みつき、じゃれてるつもりなんだろう。いたずら濃い目で尻尾をずっと振ってる。だけど今は今日を過ぎて顔をしかめてしまった。お、歌えてるんじゃない？壁際に背もたれぴったりと合わせて、ソファーを置いたら息苦しい。二人が気に入ってたデザインだったのに、やっぱりなんだか使いにくく思える。はじめは突然抱きつかれてもちゃんと口づけ交わして、全てを受け止めてあげられた。甘神がいつの日か痛みを伴ったんだ。歯型が残るくらいに君の愛が強くなった。まるで子犬のように加減がわからないまま、感情を試してるのかしか、叱って欲しいのかもしれない。やばいぞ、2番さ、わからない、わからない。すごいお化け飛んでる、すごいお化け飛んでる。ありがとう、大丈夫だよ。昨日は何でもなかった、当たり前の出来事がきしむように重く、野生がなんか何事もなかったかも。君らしい愛し方、僕のこの手に噛みつき、じゃれてるつもりなんだろう。いたずらっぽい目で尻尾をずっと振る。だけど今は今日を過ぎて顔をしかめてしまった。そうだ、こんな歌がありましたね。姫さん歌ってなかったと思う。はい、あれです、これはな、わあ、生徒手帳ってどんなだっけ。ねえねえ、生徒手帳ってどんなだっけ。君はガールフェンとかあったな。ただいま。ナンバいい曲多いな。そうなんだよね、ナンバってマジで当たり曲ばっかりって感じ、最初から最後まで。あ、ごめん、私の中で最後が決まっちゃってるのはミルキーさんが卒業してからってことね。ミルキーさんが卒業するまで私はナンバー推しだったのでってことね。私の中でそこで時止まってるから。はじめまして。いや、さやみるきがね、やっぱね強かったね、
完全にナンバは一期生が全員顔が良すぎるっていう、今過去の公演見てるんだけど、新春公演でワルキーやるって宣言してすぐ実現してたの本当ピメ。いやでもやりたかったんですよね、ワルキうん、高根のリンゴ、ああフルーツだけにフルーツにかけてる、もしや。なんかさ、あれ？高根のフルーツってこと？それ高根じゃなくて高根でしょ？高い根のフルーツってことでしょ？ちょっと待ってて、すぐ帰ってくる。でも秋、リンゴって秋だよね、違ったか。え、リンゴって秋じゃない、春。リンゴってでもなんか秋のイメージ、アップルパイとか季節のアップルパイとかカフェが出すのって秋のイメージなんだけど、違ったかな。秋だね、そうだよね。リンゴは秋のイメージ。今日タワーいっぱい立ったな。ランキングサインにしようかな、今日ランキングサインにします。なんか申し訳ないから、すごいタワー立っちゃった。3位までね。なんかないかな。
あ、これ歌いたい私。懐かしいシリーズ。
小指シェイカーやばいね。もう今年も残り2ヶ月ですよ急に。恐ろしすぎるよね。すぐに大晦日だね。すごいわ本当に。こんなに歌あるのにさ、なんだろうね。もう一回ハロナイ歌ってほしい。やだ。だって一回歌ったもん。言うてる間に花火やで。確かに。11月のアンクレット出た。あれですね、まゆゆさんの亡霊ですね。さては、わうわうわうわ、感想やば。ないじゃん。あるわ。来ない来ない来ない、左手を立てて薬指を
だと見せたのは、新しい彼氏ができたってこと言いたかったのか。テントをたたんだオープンテラス、ガラス窓の向こう側、この空と渚から色が消えたみたい。誰の感じ、あの夏のアンクレート、今すぐに発送か。切なくなってきた。思い出はいつかどこかで片付けるつもり。彼の家までこのまま送ってくよ。アンクレート、アンクレート、左の足首にリグレート。11月のアンクレート、今でも外せない。君にもらったあの日の二人のシークレット。ごめんね、さよならに、こんにちは。僕より優しい人と出会えたのならしょうがないって、諦められるかな。全然大丈夫。もうね、血出ることには変わりないから、何曲歌ったって変わらない。でも思ってたアンクレットと違ったでしょ。思ってたアンクレットはもっとなんか11月のアンクレットみたいな感じだったでしょ。僕の負け。ね。いろんなアンクレット来た。思い出はいつかど
どこかで片付けるつもり。らしくないの A メロってどんなんだっけ。らしくらしくないね。と思い出そう。これ聞こえる今。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。